はい、本日はですね、最近購入したアイテムを紹介していきたいなというふうに思います。で、今回はですね、いつも洋服とかファッションをメインでやってるんですけど、今日に関してはちょっとファッション以外で購入したものになってるので、最近購入したものをざっとまとめてざっと紹介するという感じの流れにしていきたいなというふうに思います。紹介するのは 1,2,3,3 点かなということになってるんですけど、総額で多分25万30万はいかんぐらいになってると思うんですけど、大体30万ぐらいかなっていう感じの買い物になってて、めちゃくちゃ出費してですね、もう破産寸前やで言うて、もうヒーヒー言ってるんですけども、買っちゃったので紹介していきたいなというふうに思います。これはですね、以前僕が欲しいものはこれ欲しいんですみたいな、最近これ秋口冬には買おうと思ってるんですよねみたいな話してたものになってるので、その辺の紹介をしていきたいなというふうに思うんですけども、ざっと今日の流れとしては一応3つあるので、 1,2,3 点ずつ紹介していって、でそれで終了っていう、もうほんまざっくり紹介するだけっていう感じになってるんですけど、使ってみてどうやったかっていうのもあるので、その辺のお話もしながら、紹介していきたいなと思うんですが、まず一つ目っていうのがですね、こちらのですね、ルンバになってるんですね。で、ルンバって聞くと、いろいろ型番というか型があってですね、高いものはほんま15万、20万ぐらいするモデルもあれば、これはそんな高くないんですけど、安いやつやったら2万円ぐらいであったりとかして、結構幅のあるんですよ、ルンバって。で、いろいろ調べたりしたら、こんな機能ついてる、こんな機能あるやんって言うと、どんどん高くなっていって、結構機能少ないな、ほんまに勝手に掃除するだけやな言うたら結構安くなってくると思うんですけど、これは必要最低限の機能っていうか、どういうことかっていうと、普通にルンバ走らせてって言ったら勝手に走っていくし、勝手に戻っていくみたいな。で、ゴミはゴミ箱にちゃんと入れてくれてるし、それパッて捨てたらゴミは捨てれるで、なおかつ水洗いもできるんですよ。だからもう本当にゴミというか掃除機かける機会がなくなっちゃったんですよね、我が家は。で、それぐらいの最低限の機能は欲しいなと思うと、このルンバ E5 っていうかな、 E5 っていうかな、わからないですけど、このモデルであれば本当に自動でマッピングっていうか、そういう地図を把握した上で、この部屋こないなってるやん、ここに嫁のなんかカバンあるやん、ここにゴミ箱あるやん、ここに旦那の意味わからん照明あるやんみたいなのをこうちゃんと察知してくれて動いてくれるので、こう無駄にボコボコ当たらへんというか、あと全部の、ゴミをきっちり拾ってくれるっていうことになってて、我が家は狭いので、ちっちゃい部屋やったらこれ1台あれば十分やと思うんですけど、広い家に住まれてる方とかやったらちょっと1台じゃちょっとどうなんかわからないんですけど、我が家ぐらいの結構狭い部屋やったらこれで十分ということになってて、本当に掃除機をかけんでようになったというのが良かったなというふうに思います。ただですね、結構細かい部分とか、その隙間とかあるじゃないですか、こういう細い隙間、タンスとタンスの隙間みたいな、うちタンスないんですけど、そういうところは多分掃除機かけたりとかしやなあかんから、ほんまに月に1回とか 2,3 ヶ月に1回ぐらいは掃除機かける必要はあると思うんですけど、普段生活してて結構髪の毛とか落ちたりしてるじゃないですか、ああいうの僕足裏にひっついてたら嫌なんですよね。だから毎日掃除かけてたんですけど、このルンバが来てからもう全くせんでいいんですよ。で、僕アレクサと同期してるので、あいつにルンバ動かしてって言っといたら勝手に動かしてくれるんですよ。で、1時間半ぐらいしたら勝手に戻っといてくれるし、お前ほんまに掃除してたんかと思う時あるんですよ。たまに外行く最中とかに、外行く前にルンバ掃除しといてって言ったらバーって動き出すんですよ。で、パーって1時間か1時間半ぐらいして帰ってきたら、戻ってはいてるんですけど、動いてる様子見てないから、お前ほんまに動いとってやろなとかって思ったりはするんですけど、多分動いてくれてるんですよね。この中身見たらゴミ箱いっぱい溜まってるから、ちゃんと掃除してくれて助かるっていうのもそうなんですけども、なんやったら人が掃除かけてるよりも綺麗になってるんですよ。僕の掃除の仕方が悪いんかわからないんですけど、僕掃除かけるじゃないですか、それでも若干なんかカスとか残ってたりするんですよね。お前の書き方が悪いっちゅう話なんですけども、それでも結構残ってる時とかあるんですよ。やけどこれに変えてからも全く残ってないんで、めちゃくちゃ優秀やったなと思って、これが確かね49,000、5万ぐらいやったと思うんですけど、5万で掃除せえへんやったらめちゃくちゃいいなと思うんですけど、もしかしたら広い家に住まれてる方とかはちょっとこれじゃ物足りひんのかもしれないんですけど、ほんまに我が家ぐらいやったら全然これでよかったなというところで、これはおそらく買ってよかったものの、トップ20ぐらいには入ると思います。10番以内に入るかどうかは知らないですけど、そんな感じの買い物ということになっているのが一つ目。で、そして次二つ目っていうのがですね、今この喋ってるマイクなんですよね。で、マイクを購入したんですけど、なんでマイクを購入したかっていうとですね、やっぱりこう動画編集とかいろいろやってるじゃないですか。ほんなら凝ってくるんですよね。で、もっと悪いなとか、で、特に思うのが、この見ていただいてる感じのヘアスタイルは全然、ヘアスタイルって髪じゃなくて、このヘアのスタイルね、は全然いいんですけど、外に行ったりとかした時
時の GoPro の音めちゃくちゃ悪いんですよ。でマイク僕毎回変えたりしていろいろ試してるんですけど、ええのなくて、結局やっぱこうやってピンマイクつけるのが一番いいなっていうことでたどり着いたのがこのマイクになってるんですよね。まあこれ今使ってるんですけど、このマイクを使ってて、でこれを2個買ったんです。まあこんな感じで2個あって、まあこれがよく僕その Vlog 撮るときに嫁と一緒に行ったりもするし、あとまあお店で商品買わしてもらうとか服買わしてもらうときとかに店員さんにもつけたりとかしたいので、結局2ついるなってことで、これが1個2万ぐらいなんですけど、両方で計4万ぐらいしたんですが、まあ、これでまあ視聴者の方が音聞きやすくなってくれれば、まあ、安い買い物やったかなと思うので、一応まあ購入はしたんですが、まあ、もし仮に音聞こえづらいとか音悪いっていうのがあれば言ってもらえれば、またこれも却下すると思うんですけども、今ちょっと GoPro の音声にちょっと行き詰まってる感じではあります。はい、というのが2つ目になってて、3つ目っていうのがですね、まあ、これで今で10万ぐらいかということで、3つ目っていうのが何かっていうと、これ20万なんですけど洗濯機なんですよね。洗濯機をようやく我が家も購入して、まあ欲しいものでは言ってたんですけど、まあ購入したんですが、まあこれはセカンドでもちらっと言ったんですかね、購入しましたよっていうのと、めっちゃ良くなりましたっていうのを話したんですけど、まあここでは初めて言うので言っていくと、まあ我が家が今回買ったのはドラム式の乾燥機付きの、洗濯機、日立のやつを買ったんですけど、品番はちょっと下に今出てると思うんですけど分からないんですけど、まあ、それが良くあって、何がいいかっていうと、洗濯物をボカーンと突っ込むじゃないですか。ほんでスイッチを押してスタートっていう、この2ボタンを押すだけでもうふわふわの乾燥まで出来上がってるんですよ。だからちゃんと洗ってきれいにして脱水かけて乾燥まで仕上げて、さらにそのシワになりにくい風アイロンっていうのを当てながらやるので全くシワにならんし、で何やったら前の洗濯機で洗ってる時よりふわふわなんですよ。でまあ一応名目がホテルのようなふわふわ感って言ってたんですけど、まあホテルのようなふわふわ感あるって嫁に聞いたら、あそこまではないやろって言ってたんですけど、まあでも前よりかは全然ふわふわっていうことになってて、やっぱどうしても洗濯物って外に干しちゃうとちゃんと菌飛ばしてくれるっていうのはありがたいんですけど、いきなり雨降ってきたりとか、あと花粉とか PM2.5 とかなんかわけわからんいっぱいあるじゃないですか。だからデメリットが多いんですよね。で時間もいろいろこう干さなあかん時間とかめんどくさかったりするんですけど、もうそれ全くせんでよくて、勝手に掘り込んでボタン2つ押したら乾いてるんですよ。だからもう全然菌もつかへんし、まあ花粉症の人とかやったら全く花粉もついてないですし、まあ、さらにシワもちゃんと伸びてるし、あと外干しと違ってちゃんと柔らかいんですよ。出来上がりがふわふわの柔らかい感じで、 T シャツとかもやっぱり外に干しるとパリパリになるじゃないですか。ハンガーの形通りこんな感じになってる時って T シャツたまにあるんでと思うんですよね。で洗濯してくれてる人やったらあるあると思うんですけど、洗濯したことない人からしたらへえぐらいと思うんですけど、まあそういうのってよくあるんですよ。だけどまあ今回ドラム式洗濯機に変えてからはもう全く良くなってるので、まあ、これはほんまにめちゃくちゃ良かったなと思って、てか何やったらもっと早かったとは良かったなと思ったんですけど、一応まあ9月が一番安いって言われてるので僕は9月に買ったんですけど、もう多分言うてる間に新モデルが出てると思うんですよね。で新モデルって出始めが一番高くて、次どん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 値段下がっていくので、また1年後まで待たなあかんので、もう今のタイミングやと思ってバーンと買ったんですけど、まあ、買ってほんま正解やったなと思います。まあ在庫が切れちゃったらもう多分新モデルしかなくなっちゃうと思うので、まあ、欲しい方早めに狙われた方がいいとは思うんですけど、まあ、一応それに合わせて我が家はラックも購入して、新しい洗濯機用のラック、これ楽天かななんかで購入したんですけど、まあ、それも、気になる方は下の動画説明欄にリンク貼っとくので、それを見てもらえれば同じやつはあるんですけども、ちょっと洗濯機の高さが変わっちゃったんで、ラックとかをちょっと一回変えやなあかんっていうのと、あとドラム式ってこう開くんですよね。で開きっぱなしにするから、今は縦型って上にガタガタンってなるんですけど、ドラム式の場合こう開いちゃうから、今まで棚あったところも棚置けなくなったんで、まあ、それでちょっと買い替えたっていう感じにはなってます。というのが以上3つになってるんですけど、あと1個追加で お知らせがあるんですが、僕以前ですねマットレスの紹介してた時に 20% オフのクーポンをもらいましたみたいな感じで動画で説明させてもらって、確か8月31日までしか使えないんですよねみたいな話してたんですけど、なんか向こうの方 Google スリープの方から連絡来て、めちゃくちゃ好評やったらしくて、なんかちょっと延長させてくださいっていう風に来たんで、もしかしたらっていうか11月の31日ぐらいまで90日間延長させてくださいって言ってたんで、9月1日から11月31日までまた延長っていうことやったんで、僕のクーポンを使ってもらえれば 20% オフで買えるっていうことやったんで、ちょっと買い逃しちゃったとか、もう迷ってるうちに終わっちゃってんっていう方なんかは、まあ、これを機会に安くマットレス購入できますし、もちろんそのクーポン使ってもらっても全額返金保証も対象らしいので、まあ、結構なんか見てくれた方が購入したっていう風な話は聞いてるので、まあ、役に立ててよかったなという風に思うので、ちょっとチャンス逃したなっていう方は11月31日までやったら僕の力がまた通用するようになりましたんで、まあ、ちょっとでも安く購入してもらえればなという風に思いますし、まあ、いらんかったら返品したりとか全額返金してもらえたりできますし、100日間ぐらいできるのかな、なんかまあそんなのがあったりするので、まあ、詳しくはその動画見てもらえれば
ればいいと思うんですけど、まあ、とにかく延長しましたよということで、なんか好評やったらしいですっていうことのお話ですということになってるので、以上がまあざっと購入したものになってるんですけど、ちょっと今回のこの3つに関しては、まあ、マイクはちょっとどうなるか分からないですけど、ルンバと洗濯機に関してはですね、多分ほんまに今年買ってよかったものでも入ってくるんちゃうかなっていうぐらい、めちゃくちゃ家事する時間なくなったんですよ。で、掃除機もかけてないし、ベランダにも一歩も外に出てないっていうぐらい、まあ、ほんま動画に専念できるようになったし、企画に専念できるようになったんで、これはめちゃくちゃ良かったなっていうふうに思ってて大満足しております。まあただ高かったですけどね、破産寸前ですけどね、ということになってるので、まあ、以上が、最近の購入品ということになってます。まあそんなもんかな、はい、ということになってますので、本日はですね、最近購入したアイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。